よThank you.
しようかなと思うんですけど、最近ね、つまずいて転ぶ人は転ぶんですよ。わかりそうに。で、そのコツをお教えしますね。みんな大体年取ってくると、まあ、まだ皆さんまだ年取ってませんか？ずっと先、年取ってくると、背中が、丸くなるんですよ、それ。で、そのうちにね、で、この歩いてるでしょ。で、そのうちにね、腰が回ってるね。そうするとね、膝でこう歩くんでね。膝でこう歩くと、このちょっとした段差でつまずいて、転んで横取ったりしてる人がいるんですよ。笑ってる人がいるんですよ。本当はね、今日ちょっとまずかったね。でも大谷翔平のアダッチュールもやってやりましたね。佐藤さんも根性があるんで、どうしようもないということで、今回で自分が頑張るんです。あっちですね。で、やっぱり歩くコツは、まっすぐにして、背中をまっすぐにして、ちょっと寄ってたら、まっすぐにして、かかとから、かかとから一回歩いてください。で、こうやって歩くと絶対つまずくんですよ。これで、こうやって。あの、モデル歩きみたいに。もうちょっと格好つけると、ちょっとお構いになるじゃないですか。膝をね、曲げないで、前にまっすぐ伸ばして、かかとから。これです、皆さん。誰も病院に行くことありません。こんなことコンサートでやる？まあ、ロボシーなら。それでは、第2位いきます。
みんなそれぞれ